おはようございます。ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトスナップショット 23W43B のアップデートがありましたので紹介いたします。今回のアップデートは 23W43A で起こっていたバグ修正です。基本 A から B にアップデートするときは A で何かしら重大なバグが発生したときの修正となります。なので修正内容は2つとなります。まずはサーバーのスタートアップの時にクラッシュする問題が修正されました。サーバーを立てる時にクラッシュしていたのでしょう。スナップショットでもサーバーを立てたい人にとっては大問題ですね。修正されて良かったです。もう一つはエルムの設定画面を離れた時にクラッシュしていた問題が修正されました。最近スナップショットでもエルムが使えるようになりました。エルムが使えるのにクラッシュしてはたまらないですね。こちらも修正されました。以上、Java 版マインクラフトスナップショット 23W43B のアップデート内容でした。主にサーバー関連の修正でしたね。特にレルムはお金が発生しているので、お金を払っているのに使えないとなると嫌ですね。なので早めに修正したのでしょう。今回はサーバーに関する修正内容でした。それでは、良い一日を。